あんまりこうテレビでね喋ってるお二方って見たことないし、ましてやこう二人がねこうどういう話をするのかっていうのがねドキドキですよね。僕の世代から考えたらもう考えられないですもん。だってもともとあの人たちがテレビに出ないことはかっこいいことだっていう流れを作っちゃったから、そうなんだって言って俺らが出ないだけですからね、はい、うん、でもね、あんなにかっこいいバンドマンいないですからね。若い子たちは分かんないかもしれないけどね、まあまあすごいことだよね。90年代のからのこうね、うん、いわゆるエアジャム世代とかの人からしてみれば、うん、うん、すごいことですよね。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、いいですね、いいですね。いきなりなんです ね、 いいっすね。うお、集まってきた、うん、どうですか今日こうやってテレビでお二人で対談って形ですけれども。そうですね、紙媒体とかネット媒体で二人で取材を受けたことあるんですけど、こうやってテレビは初めてなんでね。多分だからハイスタとしても出たことがないから、うん、ケン君は鍵盤で出たことあるけど、うん、いやまず僕がだって出たことがないから、うん、そう、ね、ありがとうございます今日は。すいません、ここまで引っ張っていただいてですね、はい、ありがとうございます本当に。1991年の結成以来、日本のメロディックパンクシーンを牽引し続ける伝説のバンド、ハイスタンダード。自らピザ・オブ・デッド・レコードズを立ち上げ、運営するなど、その活動はインディーシーンに一石を投じた。横山健は2004年から健横山としての活動をスタート。そして南波明弘は2013年から No.69 をスタート。共に真の最前線で活躍。今なおパンクシーンを牽引し続ける両者が奇跡のスプリットバンドをリリース。タイトルはその名も健横山 VS No.69。 いやー、お二人でこう一つの CD にこう関わってやりながら出すっていう行為自体がもう本当に幸せですよね。いや、こんなこと来ると思わなかったもん。当たり前のように見てるけども、すごいことが巻き起こってますね。世の中何が起こるか分かんないですよ、うん、本当に。ほんまにエアジャムがね、いろいろあって、うん、2000年に1回こう止まってしまった、ね、え、はい、いろいろあって、いろいろあって、いろいろあったんです。それも考えたらこのスプリットはすごいことなんですけど ね、はい、ハイスター復活新譜が先だったからこそ余計意外でしたね。多分日本で一番重い十字架背負ってると思うけど、ハイスタンダードの3人はね、それでも進行形で音楽をやっているっていう意思表示だとも思う。去年のだから秋ぐらいの話かな、目の前のザ・ギフトツアーに全力で取り込むことはもう当たり前のことで、じゃあそれ終わったら何するんだろう。僕やっぱりバンド2つあるので、ハイスタンダードとケンバンドと、そう、ケンバンドの来年どうしようかな、2018年どうしようかなとか普通に考えるわけですよ。で、うん、なんか普通に曲作って普通にアルバムに向かうとか、ちょっと今そういう感じじゃないな。で、なんか刺激的なことないかなって言って、一番刺激的な人が身近にいたんで、うん、でちょっと声をかけてみたっていう感じですね。で、本当にこれからハイスタンツアーが始まるって時だったから、まあ普通にあの瀬戸利のこととかこれからのことだと思ったんです、ハイスタンの。したら、ね、なんちゃんさ、あのスプリットやんないって言って、えって言って、なんのってなって、生しきついないとさ、スプリットやりたいんだよねって言って、え、ケンバンドとはって言って、うん、なんかもう俺はでもそのやっぱり神妙なトーンで、うん、あ、ものすごい考えてきて、あ、なんか自分の中で考えて俺に電話してきてくれてるんだなっていうのもすぐ分かったから、あのすぐ受け入れて、でメンバーに確認して、もうすぐ電話しましたね、うん。多分ね、
見てる人はなんでハイスタンダードをやるまた始めたのにわざわざそんなことをするんだって多分思うと思うんですけど、いやハイスタンダード始めたからハイスタンダードだけに集中するわけではないので、うん、いい意味でもともとやってるバンドお互いのバンドを大切にするってことは僕たちにとって当たり前なことなので、うん、そのまるで躊躇なしですね、うん、むしろそういうところかハイスタファンがどうハイスタしか知らない人たちがどう思うんだろうってワクワクしちゃいましたね、うん、いやドキドキっすよ本当は。もうメンバー僕も本当メンバーの気持ち代表してますもん今、うん、だって本当はやっぱケン君と普段一緒にいるから全然なんていうのかな、まあ、今日もイエイって感じだけど、やっぱみんなのね他の3人の気持ちを考えると、うん、本当こんなチャンスありがとうっていう、もう思ってますね。そうなんちゃんはあのケン横山っていうバンドをすごく大事にしてくれるんですよ、うん、そうハイスタこの後もどうしようかっていうような話し合いとかする時でも、いやここはケン君にはケンバンでやってもらいたい、そうやってすごくあのすごく大切に扱ってくれるんですよ。だ僕もやっぱり同じようにナンバーシックスリーナインをその4人のバンドとして、ね、僕となんちゃんは同じバンドのメンバーだけども、そうですね、そういう時にはハイスタから派生した2つのそれぞれのバンドのメンバーとしてちゃんと尊重したい、うんうん、そういう住み分けがねあの曖昧なようで意外とちゃんと2人の中では言語化できないけどあるんです、うんうん、そうね、ね、うん、だこうやってこういう形になるとそういうことができるっていう、本当もう今回ほど気合が入ったことはないぐらい本当ものすごい綿密にみんなで話しましたね。それぞれのバンドが構成を生かした角度でアプローチし、カバー曲を含む3曲ずつを収録した今回のスプリット版、同じパンクロックでも異なる方向性を見せる両バンドの今が込められた作品になっている。僕ね音楽的な部分ではあんましスプリットってことを意識しなかったんですよ、うんうん、変わっていく鍵バンドの過程を見せられたらなっていう、いつでもやっぱバンドってこう少しずつ変わっていくじゃないですか。で今はこれ別にジャンルとかの話じゃなくて今作ってる曲はこれっていうのをポンって入れたっていう感じですけどね。精神的にはものすごくやっぱなんちゃんのとのスプリットを作るっていうのはものすごく大きなことだけど、音楽的には意外と構えずに行きましたね、うん、でものすごい今回あのやっぱ僕がケンバンドの3曲聴いた時にあのなんていうかバンドとしての塊感、うん、いやもちろん今までもものすごいんですよ、うん、だけど4人がケンが中心にいるんだけども4人の音がすげえ出てくるんですよ、うん、それが本当今回やべえなと思いましたね。あやっぱ僕がこうダンスミュージックが好きなこともあるからこう結構平面的なのがケン君のアレンジは立体的なんですよ。あそれがものすごいやっぱ僕にとって新鮮で、うん、勉強になりましたね、うん、あやべ俺も取り入れたいって思った、うん、そうこれちょっと種明かしになっちゃうかもしれないですけど、なんちゃんのとこのオリジナル2曲、1曲ナンバー69っぽいんですけど1曲もろナンバー秋広なんですよ。おお、うん、もう曲調、うんうん、曲そのメロディーとコードの相関性だったり、うん、うん、もうあハイスタで一緒に曲作ってる時にあこれなんちゃんネタとして持ってくることこういうのあるよなっていうのが、うんうんうん、片方はそうなんですけどもう片方はあこれはバンドで作ったなっていう、おうん、おう すごい面白いんですよ。すごい なんかねバレるんだよね。そう去年1年間ハイスタンダードとして2人でザ・ギフト、まあもちろん常も合わせて3人でザ・ギフトの曲作りから始まって、そうでレコーディングしてツアーってして、やっぱもう改めてミュージシャンとしてその音楽に向かう人間っていう意味でどれぐらいの引き出しを持ってるかとか、そうどうやってそのバンドに関わるかっていうのはもう実感してるわけですよね。なんちゃんがどういう気持ちで音楽やってるかって分かってるわけです。でそれが
ナンバー69に行ったら僕の見えないところで何が起こってるのかっていうのは想像できるんですね、やっぱり、うん、すごい面白いです、うん、やばいです ね面白いんだよね。いや面白いね。そういや今回のスプリット本当に面白いですよ、うん、すっごい面白いです、だからねものすごい情報量だと思います。たった6曲2バンド合わせて6曲なんだけど、うん、フルアルバムぐらいの ねすごい情報量だと思う、うんうん、だ今回の音聞いてあこうやってハイスタンダードって成り立ってるんだなっていうのも分かってもらえると思うんですよ、うん、ああそう音楽的な部分でも精神的な部分でも、うん、両方あの味わってもらえると思いますけどね、うん、あこで音でこれが合わさってハイスターだったらこうなっちゃうんだっていう楽しみ方とか、うん、あとやっぱ皆さんがこう不思議に思ってるようにハイスターってバンドがあってなんでこれをするんだろう、うんね、で僕としてはいいバンド1個だけじゃなくてそれが3つある方が楽しいじゃないかっていう単純な発想だったりもするんですけどね、うん、1997年に初開催されたハイスタンダード主催伝説のフェス Air Jam。 ハイスタンダードの活動絶頂の最中2000年に開催された Air Jam をもって突如活動を休止。やっぱその時々にやっぱ思った感情とか、うん、やっぱそこにやっぱりちゃんと向かってそこで吐き出してお互いにとかみんなでやっていくっていうのがやっぱ一番やっぱね、うん、大事なことなんですかね。お互いマジだったもんね。マジっすからねやっぱそうですよね。マジそれはマジっすよ。そう、うん、お互いマジで生きてマジで喧嘩して、うん、マジで仲悪くなって、うん、マジでハイスタンダードを大切にして、うん、そこに戻るにはどうするかっていうのをマジで考えて、マジで考えて、そのことが今回のスプリット版に収録されている No.69 の Promises の歌詞に現れている。あの本音っす。だからあのなんで僕喧嘩しちゃったのかなっていう、なんであの時ああいう態度を取ってしまったのかなとか、まあ、それがまず前提にあって、であのこの僕がスプリットじゃなくてなんかアルバムとかの作品にあの曲を作って入れるのと、今回ケン君とコラボしてるのにところであの曲を入れるのと全く意味が違うと思うんですよ、うん、だからその辺もだからあもし捉えてくれるなら嬉しいですけど、僕の主観で書いてるけどもあれをだからケン君にも届けたかったし、だけどそれを自分のなんか仲間やいろんな自分の置かれてる環境に置き換えてもらって投影してもらってもいいですし、本当僕のストーリーのようで、まあ、別にそうでもないかもしれないしみたいなとこもあるんですけど、僕も歌詞読んであその時のことだなっていうのはすぐ思ったけど、やっぱ曲だからいろんな風に置き換えて聴いてもらえるんじゃないかなと、まあ、僕の曲じゃないですけどそう思いましたね。うん、だからすごくなんちゃんらしいなと、うん、あそうです、うん、で本当だから今回うん、なんか約束っていうキーワードだったんですけど、だからケン君が本当僕が沖縄に行く時あの活動休止して沖縄に引っ越したんですね、うん、で空港までな、ね、羽田空港まで見送りに来てくれたんですよ、うん、であのなんちゃんっつってあのPWS はあのハイスターが戻ってくるまで守ってるからさってポンポンってやってくれて OK っつって、まあ、跳ねたわけですよ。まあその約束とか、まあ、いろんなもう自分の中であるんですよね。それは本当にもう、うん、そうこれは表で話したことないですけど、やっぱりそうなんとなくこう仲良くなっていっても俺でもあれは一生許せないっていう話をしたりとか、うん、でちゃんとなんちゃん謝ってくれたりとか、うん、そういう作業ちゃんとありましたよ、うん、そうそうそう、そう全ての音楽ファンがハイスタンダードの復活を待ち望む中、
日本を未曽有の事態が襲う。これは僕の考えだけれども、ハイスタンダードを再始動させたのは震災を受けた日本をやっぱ元気にさせたかったんですよね、うん、音楽の力でなんとかあのできることがね、うん、ないだろうって思ってる人たちに こんなことが起こるぐらい、うん、のなんていうのかな、うん、震災って大事なんだって日本中に伝えたかったし、うんうん、でなるほど、僕たちもその事態を前に何のこだわりも持っちゃいけないって思ったんです、うんうん、震災発生からわずか半年後に11年ぶりとなるエアジャムを開催し、ハイスタンダードは再始動。大げさに聞こえるかもしれないけど俺たち日本のために集まったんだよね。さらに翌年には宮城県でエアジャムを開催。じゃあ東北に光るよ、東北に光るよ、もっともっと光るよ。すごい。でもそれはそう思ったはいいけど、やっぱり気持ちがついていかない部分もあって、うん、自分でもこううまく炭焼きができなかったりとか、うん、辻褄が合わなかったりする部分がいっぱいあったんですけど、うん、それをちゃんとあの2人してほぐす作業、お互い口にして、うん、納得し合う作業とか、うん、そうですね、時間かけてしましたね、うんうん、意図的ではなくてもね、そうね、うん、2012年まではやっぱりそういう遠くまで持っていくっていう前提でやっぱハイスタンダードがあの時ライブやったんで、まあ、それが一旦よしやったねってやることやったねって、うん、でもそこで終わりじゃないですけどね、もちろんあのなんていう復興はまだ続くわけだし、うん、ですけどやっぱりハイスタンダードそのまま、あ、じゃあこの流れに乗ってあの活動していこうねっていうふうにはならなかったんですね。でもその後やっぱりそこをこう埋めていく時間が必要だったんですよね、うんうんうん、ライブで表に出るとかじゃなくて、うん、本当に会ってとか、うん、あ、リハーサルで3人で会ってとか、うんうん、なんかスタジオで本当音出すわけでもなくね、ね、食べてるだけで、うん、そういう時間がこう3年間作られてって、うんうん、あの時間がすごい重要だったなと思いますね、うんうん、それはね、このやっぱなんつうの流れであって、まあ、今思うと振り、ね、ゆっくり振り返ることはできるけど、でもいいこともたくさんあって、うん、まあ、だって県岡山というバンドが生まれたじゃないですか。そういうこともあるし、で僕だってやっぱりね、結果やっぱりナンバー69っていうこのバンドになったのもその当時始めたことがやっぱりつながってるわけで、うん、そのハイスタンダード活動休止した以降のまあ、お互いのこのね道がこうやって今こうなってるのもその活動休止ってことがなかったら多分なかったわけで、だからいいこともたくさんあったはずなんですよね、うん、で僕一人がやるんじゃなくてやっぱなんちゃんがナンバー69をやってくれるってことがすごくこう新しいハイスタンダードとしての形を作るためには意外と重要なことであったりとか、僕一人やってたんじゃ僕のわがままというかね、うん、僕だけやりたいことをやってるみたいな、うん、だからすごく前例のないレアな形になってると思いますね。そうですね。ね。
で僕もだからあのハイスタンダードのために自分のボーカルやあのバンドの、うん、バンドのなんていうのかバンドへ向かう姿勢とか取っとくべきだと思ったんですやっぱり、うん、でもそうじゃなくて思い切ってやっぱりなんかソロとか言ってバンドまあ、まあ、無理やりですけどやってでこう今バンドになって生しくせバンドになってよかったなと思いました今の話聞いて、うんうん、ピザオブレスがあってハイスタがあってで今回のリリースもナンバー69がピザオブですからリリースするってこの奇跡とか、うん、ハイスタが活動休止した以降ピザオブですを守ってきたケン君やケン奥山でピザオブですのクルーみんながあってこそ今があるんですよねだからすげえやっぱ超重要なんですよね 僕にとっても、うん、嬉しいですね、うん、ナンバー69のピザオブデスレコーズへの強い愛情が込められた渾身のライブを披露したサタニックカーニバルが今年も開催日本のイケてるパンク系ラウド系が集う最高峰のフェスだとは思ってますね。自動車保険